よくねここでね、訓練もされております。先日ですね、宮城の松島で、松島パークフェスティバルというのが開催されまして、宮城のメンバー15名と、あとそれと東京から3名で、出演いたしまして、ちょっと動画をね、お送りすることができないので、スライドショーという形でね、写真をご覧いただければなと思っております。今回やっぱ出演して、バトンのね、イベントとか大会もちろん大事なんですけども、やっぱバトンを知らない人たちに向けてね、イベント、お祭り、パレードに出演するっていうことがとっても大事だなっていうのをね、改めて感じました。またね、この宮城県内多くのイベントにね出演して、多くの皆様にバトントワリングの魅力をお伝えできればなと思っております。それでは最後にですね、バックフェスティバルのスライドショーご覧ください。それではまた見てください。じゃあねー、どうぞ。